ました。皆さんこんにちは。こんにちは。ようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。これからベルーナの公開トレーニングを始めていきます。ですがその前に皆様に3点注意事項があります。まず1つ目に、ベルーナたちは近くに来た際にプールの海水を焦がしてしまうことがあります。最前列のお客様、特にご注意ください。そして2つ目に、ガラス目の前の細い通路をトレーナーがよく通ります。部屋からがお前に出してしまいますとトレーナーとぶつかってしまったり、またはお手持ちのカメラや携帯電話がプールへ落ちてしまうことがあります。部屋からがはガラスより前に出さないようにお願いいたします。そして最後に、写真撮影ですがフラッシュを焚いてしまいますとベルーナたちびっくりしてしまいます。トレーニング中の撮影はフラッシュの光が光らない設定でのご協力をお願いいたします。それではまずはじめに野生のベルーナについて映像を通してご紹介していきたいと思います。それでは天井の映像をご覧ください。野生のベルーナたちはこのようなオーロラの見られる北極の寒い海で生活をしています。そこは海一面が氷で覆われてしまうところなんです。そこにはベルーナの天敵であるベルーナたちは私たちと同じように哺乳類です。そのため空気を吸って呼吸をしていく必要があります。この海一面氷で覆われているのか、どのように呼吸をしているのかというと、ベルーナたちは氷の割れ目から頭を出して呼吸をしているんです。たくさんのベルーナたちは一つの穴に向かって呼吸をしている様子です。そしてこの時、そんなベルーナたち、ここ名古屋港水族館では現在6頭飼育をしています。野生のベルーナたちの映像を思い返しながら公開トレーニングをお楽しみください。それではトレーナーの登場です。最後までごゆっくりお楽しみください。それでは早速公開トレーニングに参加してくれる3頭のベルーナたち、一頭ずつ紹介していきたいと思います。まずはじめに
Thank you.
バブルと。Thank you.